ここが小惑星基地アクシズ。地球まですぐだね。こちらカミーユ、ゼータガンダムで出ます。俺はジャスティスを自分の正義のために使ってみせる。最悪我々だけで。待って、正面で戦闘。もしかしてアムロ隊員じゃない？なんか獰猛なモビルスーツが暴れてる。ガンダムバルバトスループスレクス、狼の王の名を冠するガンダムフレームだ。あれ、敵かと思ったら小隊長か。ユナたちもいるの？それバルバトスなの？尻尾がついてるけど。あれはハシマルについてたものを移植したんだよね。なんか不思議なんだ、今まで俺に尻尾がついてなかったのが信じられないくらい。それよりここどこ？オルガは？ここは地球のすぐ近くだ。あった、カプパルスエンジンの動力システムだよ。黄色く光ってる柱みたいなやつね。本来はアムロレイ隊員がエンジンノズルを破壊するはずだが、彼の存在が確認できない。だから私たちが破壊しないと。分かった、仕事でしょ。二三機は壊さないといけないのよね。次も探さないと。この手、これならいける。うわあ！そこだ。これはどうだ？ついっ！動力システム破壊確認。これでアクシズの加速は止まるの？いや、足りんな。あともう一つは破壊したいところだ。分かった、見つけて壊せばいいんでしょ。サクラ、ここはどうなってるの？地球に落ちようとしている小惑星、その中に作られた基地だよ。アクシズ、ネオジオの拠点そのものを地球に落とす。あ、見慣れたザクやゲルググ。正確にはデラーズフリートのモビルスーツだ。動力システムの周りにもいたな。このブレイク現象、さっき発生したものだね。83年、10年前の事件、シャアの反乱と何か関係があるのかしら。これはどうだ。仕留める。ブレイク反応、この先だな。アクシズの深部へのルートはロックされてるけど、開ける方法は？残ってる動力システムをまず壊そう。今はそっちが先決だよ。ごちゃごちゃしたのは嫌いだな。
ここにも動力システム。あれ、ドラッツェがいる。デラーズ紛争時のものだ。この時代から10年前の機体になる。アクシズ落としと星のクズのコロニー落としが紐づいてるのかな。そういうパターンはこれまでもあったわね。でやこれはどうだ。で終わらす。これで2個目だって壊したの。テリクーだよ。アクシズの速度が落ちた。さらに同胞だ。深部に続くハッチの電子ロックが解除された。アクシズの伝送系にも影響が出たみたいね。行きましょう。全力で行かせてもらう。完璧な時に。くそー。そこだ。消えろ。そこだ。終わりだとまだ続ける。悪魔、我々の邪魔をするな。レギンレイズジェリア、キャラルホルンの新型試作機。この敵は私の獲物。ジュリアの性能ならばいける。月外縁機動統合艦隊ジュリエット。こいつの相手は私が。こいつしつこいな。私はラスタル様の剣。ラスタル様のため何人にも遅れを取るわけにはいかない。彼女はどうしてここまで。ラスタルエリオン総司令官、あなたを行かせるわけにはいきません。お前消えろよ。まずいな。本来生死で行われる戦いが起きている。このままでは間違った歴史が登録されるぞ。ねえ、何人殺。なぜだ、なぜまだ抗う。無駄な暴きだ。こんな無意味な戦いにどんな大義があるというのだ。大義、何それ。無意味。そうだな、俺には意味なんてないけど。悪魔め。今は俺にはオルガがくれた意味がある。だから、だからこそ。そうか、生死に戻るためには彼の気力が必要になる。何なのです、あなたは。果たすべき大義もなく、なぜ三日月だめ行かせない。レギンレイズジュリア、ブレイクアウト成功。三日月くん、体は大丈夫なの。うん、平気。帰らなきゃ、オルガのところに。三日月オーガスも本来の歴史に戻った。さあ、ここは地球のすぐそばだっていうのか。あ、アムロ大尉いたよ。ユノ姉さん、大尉じゃなくて少尉さんだよ。じゃあこのブレイク現象って。アムロレイが狩るガンダムの系譜、その最初と最後ということ。ブレイク現象だ。アローズのジンクスだな。あ、この先だよ。大きなブレイク反応を感知。西暦の時代がどこまでこのミッションに関わっている。ここまで散発的ではあるが、宇宙世紀、ポストディザスター、西暦、どんな紐づきかしら。シャア創生
だといいんだけどね。そこ修正してやる。そこだ、たたき。そこか、そこだ、当たれ。進め、落ちろ、落ちる。修正してやる。当てる。当たってくれ。もらった。これで決める。そこだ、落とさせてもらう。そこだ、遅い。そこ、ちょっと急にザフト軍。ガナーザクウォーリアだ。こんな狭いとこでぶっ放さないで。このゴリパザク、こいつ違うぞ。ザクなんかと装甲もパワーも、それどころか歴史が違う。ここに来てコズミックイラだと。ますます最後にいるのは誰なのよ。うわあ、当てる。ブレイク反応までもう少しだよ。なんかアローズ軍が増えてきた。ブレイク現象は宇宙世紀じゃなくて西暦2300年の歴史から。ポストディザスターコズミックイラの可能性もある。予想がつかん。誰だ、誰かが僕を見ている。これでこちらから行くぞ。出てくれ。そこだ、そこだ。そこ、もらった。遅い。遅い。リボーンズガンダム、行く。なんだ、ガンダム。さあ始めよう、来たるべき未来のために。うわぁ、僕はイオリア・シュヘンベルグの計画を忠実に実行して。全力で行かせてもらう。いずれ人類はイノベーターになるって。時代の変革期には古きもの、悪しきものを切り捨てなければならない。愚かな連中を誰かが諭してやる必要があると思わないかい。それがお前だっていうのか。人間の価値観は狭すぎるんだ。僕らはもっと広い視野で物事を考えている。勝手をする者には罰を与えないとね。こいつ、人が人に罰を与えるなんて愚かな人間だ。イノベーターは人類を導く者。そう、上位種であり絶対者だ。人間と対等に見られるのは我慢ならないだ。力の違いを見せつけてあげるよ。人類は試されている。滅びか、それとも再生か。イノベイドはイノベーターの出現を促すために作られた存在じゃ。僕はイノベイドを超え、真のイノベーターすらしのぐ存在となった。そうさ、人類を導くのはこの僕だ。神にでもなったつもりか。僕は神そのものだよ。信仰の対象ではなく、僕の知らないガンダムの力だと。違う、これは人の力だ。君には新しい可能性を感じる。ニュータイプという。一つ言っておくよ、君はイノベーターになれない。悲しいけどそれが現実なんだよ。そんなものは望んじゃいない。僕は普通の人間でいいんだ。リボーンズガンダムおよびガンダムのブレイクアウトを確認した。私たちもブレイクアウトするよ。小隊長さん、アクシズの落下はどうするの。奇跡を起こすには足りないものが多すぎる。この瞬間にふさわしい男たちがだ。これが
信念の強さだ。君とならうまくいきそうだ。ブレイク反応多数。レーダーが。こちらカミーユ、ゼータガンダムで出ます。俺はジャスティスを自分の正義のために使ってみせる。こちらマリーダ・クルス、マスターの指示により協力する。マスター？え、俺が団長のこと？それ付きのガランシェール隊キャプテン、グレロア・キンネマン隊員。もしかしてトリントン基地で味方をしてくれたっていう航中貨物船の？ともかく合流だ。電磁波の影響でレーダーが効いていない。気をつけろ。敵はギャラルホルン、スターンズに地球連合軍、三つの歴史が混在しているな。マリーダ中尉さんの飛車取り合い。こちらネイル・アーガマからの増援です。敵の包囲網を突破する。援護を頼む。了解です。ハーメス、この人の立場は？クローニングにより生まれた強化人間。また女性の強化人間？しかもクローン？モビルスーツに乗って戦場にいれば、それはパイロットという戦闘単位だ。私が何者でもな。彼女はバナージ君と戦場で分かり合って味方になってくれた人。バナージはここにいる。データにない機体、モビルスーツなのか。4つ目の歴史、デスアーミーだ。未来世紀、肝付きが読めない。マリーダ中尉さんとブレイク現象は関係ないのかな。そうね、ガンダムファイターでも乗ってるモビルスーツがガンダムなわけでもないし。ガンダム、そこだ。なかなかやるな。かわせるか。決めてなくなる。そこ、デスアーミーたちは全部片付いたかな。おそらくな。だがレーダーが効かんのでは。敵の存在は感じ取れない。マリーダ中尉の感覚を信じましょう。招待。ゾーニか、まだ生きてるか。通信を傍受。この声は秋広くん。招待長、近いわ。行け、残念。そこだ。すごいな。キャッ、いい腕だ。あ、すごいな。Wait.
ブレイク反応来るよ。このミッションに最初から絡んでいるティターンズのモビルスーツだ。鉄火団のメンバーはいないわね。ギャラルフォルンのモビルスーツもね。小隊長さん、次へ急ごう。そこ当てる。なかなかやるな。そこだ。落ちろ。当てる。落ちる。遅い。次はどいつだ。最後まであがいてやるぜ。ガンダムグシオンリベイクフルシティ。明宏君、どうしてこんな大型質量兵器ダインスレイヤー。地表をここまで破壊したのも対モビルアーマー用のレールガン。違法兵器なんでしょ。ガンダムスレイヤーを確実に止めるためだよ。もう痛みも感じねえ。冷たい喪失の光。わしはこうしてここにおる。何の不思議があろうか。ここにおるの？マスターガンダム東方先生。マスター、マスターだと。東方腐敗マスターアジアとはわしのこと。ギャラルホルンは何が何でもここで鉄火団を潰すつもりね。こんなとこで諦めるな。望みを持ち続ければチャンスは必ず来る。マリーダ中尉さんとガンダムの紐付けが今回のブレイク現象の中心なのかも。実はガンダムファイターとかじゃないでしょうね。ガンダムの死に損ない目、私が引導を渡してくれる。多少は傭兵の心得があると見える。この展開は静止通りだ。だが三日月オーガスがいない今、戦況が違う。グシオンはもう身動きが取れないんだよ。くそ、胸、己死に損ない、この意欲くじゃ。私はこんなところで。意欲くじゃん機撃破。やったわ、やったよ明宏君。いい土産話ができた。いい腕だ。デスアーミー、未来世紀からのブレイクは東方先生とのつながりだったんだ。くそ、こんな時に。マスター、もしあなたは。やはりこのミッションに現れた東方腐敗はランダー島でギリギリの戦いをする前の。もらった。デスアーミー、まだまだ来るよ。相手が協力関係にあった東方腐敗でもお構いなしか。デビルガンダムめ。えい、この体さえまともなら何の苦労もなかったもの。明宏君、周囲のデスアーミー全滅。これ以上は体が持たんな。マスター、お体に気をつけて。そして感謝します。この借りはいつか返そう。師匠、ブレイクアウト。明宏君は？ユノ姉さん、ブレイク修正さえできれば意欲様との決着も彼自身がつけられる。レーダー機能の一部が回復した。ブレイク反応がある地点にマーカーを出したぞ。小隊長、マリーダ中尉と目的地へ。ごめんね明宏君。場所はこの辺りのはずだよ。なんだ、何かがいる。くらえ。そこだ。なかなかやるな。ザ
落ちる。いい腕だ。くらえ。仕留める。あれすごいな。まだなのか。そこは何でか。かわせるか。ガンダム、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 ガン。この黒いユニコーンは。安心乗る、リリーションさん。本当にマリーダ注意がこのブレイク現象。ニュータイプ。全力で行かせてもらう。ラプラスの箱の呪いを具現する人の亜種。誰かが人柱になって沈めるキャラだ。みんなに勝つぞ。あいつがニュータイプなんてものが生まれてこなければ。箱の中身を変えてしまった人の足。落ち着いてショイさん。サイコンの逆に。バンシー、言うことを聞け。強烈な人の意志。ガンダムに埋め込まれたシステムの本能か。ラプラスシステムのこと？うん。オネティリー、ニュータイプデストロイヤー。その名の通りのものだよ。ニュータイプを見つけ出して破壊する。たとえそれが作り物。ミネバ、お前は俺を一人にしないでって言ったのに。聞こえているはずだ、姫様の声が。バナージを助けてくれと。幻だこんなの。サイコミが人。俺の邪魔をするな。させるかよ。落ち着いて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。ま、待って、マリーだ。自分の可能性を信じて、なすべきと感じたことに力を尽くせ。姫様、マリーダ・クルス、ここまでです。俺は何を。バンシー・ノルンに続いてクシャトリアもブレイクアウト。マリーダ注意、あまりにも見事だった。言葉が見つからん。秋広くんも大丈夫よね。うん、全て正しく決着がつくよ。東方先生とドモンくんのガンダムファイトも、イオクさんと秋広くんも、リディ少尉さんとマリーダ中尉さんの戦いもね。無事だったか、よかった。ここがデビルコロニー。侵食が進んでるね。ブロックで区切られているな。ガンダム WX 行くぜ。アスランゼロ、ジャスティス出る。静かね。白いハッチは開くみたいだよ。小隊長くん、前進だ。やっぱりいた、デスアーミー。僕の赤い細胞みたいなの？デビルガンダム細胞の一種だな。攻撃で破れるはずだ。小隊長、切り開いてガンダムファイターを探しましょう。世界ガンダム連合とも交流できるといいけど。そ
こにいる。すごい放熱板。このガンダムはヨノミ小隊長か。久しぶりだな。キリマンジャロ基地以来か。アムロ隊？ガンダムファイターになってたなんて。リノ姉さん、ブレイクインしてるだけだよ。あ、そうか。無人機全滅を確認。キリマンジャロ以来だが腕は落ちていないな、小隊長。ガンダムファイター並みに修行してますからね、小隊長さんは。それは頼もしいな。行こう。そこだ。この装置は核兵器のスイッチだね。おし、ミッション全体に大規模なブレイク反応を確認。何が起こるかわからない。注意して。悪が栄える試しはなし。正義は勝つ。そして正義は我にあり。ギャンマ、いやガンダムか。おお、飛行は砲術師入。スバル、力を貸してくれ。砲術師、何を言っているんだ。その声、ナイトアムロ。どこだ。アルガス騎士団に向かったはずの機構がどうして。僕がナイト。待ってくれ、人違いだ。ナイトアムロ、また会おう。機構がいずれ騎士団長になった時に。また新しい情報を残していった。アムロ隊員、もう気にしない方がいいです。ナイトと呼ばれて悪い気はしないが、僕がこの戦争でナイトのような振る舞いを最後まで。この隔壁のロックは別の場所にあるようだな。どこかでスイッチを見つけないとね。小隊長、探索してみましょう。また隔壁のスイッチだ。どこのかしら。でも押しておいて損はないはずよ。ぜい、落とさせてもらう。どこかの隔壁が開いたみたい。正確な場所がわからないのは不便ね。ブレイクインを確認。あのガンダムは。ここはアズラ、応答してくれ。あ、ガンダムフリーダム。ネオアメリカのファイターだね。第2回大会の優勝者ではない。コズミックイラのフリーダムガンダムだ。小隊長さん、ユノさんたちですか。僕は行かなくちゃ。アムロさん、またどこかで会えたら。フリーダムガンダム、ブレイクアートを確認。人為的な革新、空に適応するための進化か。コーディネーターとナチュラル、そしてスペースノイドとアースノイド。遅い。あれ、これで終わらせる。そこだ。ガーッ、ゆがんだのは仕掛けじゃない。そこだ。やるな。全力で行かせてもらう。
そんな動きで、そこ当てる、落ちろ、そこだ、当てる、そこだ、行け、インターンネル、最後だといいのだがな。そこか。させるか。これはどうだ。そこ。これはしまいだ。当たってくる。遅い。反応あり。奥の隔壁が開いたんじゃない？そろそろ中枢に行きたいとこだね。の箱を渡すわけにはいかない。ユニコーンガンダム、アムロ大佐、あれはニューガンダムの。なんだって。ユニコーン、アムロレイ隊員、確かアクシズショックの時に、私たちロンドベル隊で救出したのよ。確かに先ほど助けてはもらったが、そんなことよりもっと重要なことがあるはず。バナージ・リンクス。あ、そうです。箱の場所に行かなければ。君のことを詮索するつもりはない。だが僕たちには互いに探す相手がいるようだ。わかりました。行きましょう、アムロ隊員。初めてサイコフレームを実装し、あなたのためならどこまでも。ここから先は倒産と言っておこうか、バナージ君。フロリタル大佐、どうしてこんなところに。それつき、ネオジオンの残党だよ。残党？シャーノか。赤い彗星のことでも考えておられたのかな。来るか。大佐にどう申し開きすればいいのだ。まずいな、こちらが押されている。それつきの新鋭待機、ブレイクアウト成功。どうしていいの。頼むぞ。ごめん。当てる。くらえ。そこ。可能性とは混沌だ。不安定であるがゆえに破滅にも転じやすい。野放しにはできないな。正しさが人を救うとは限らない。それで人の思いが光になって地球を包むのを見た。何の話だ、ブロンタル。だがそれほどの可能性が示されても人は変わらなかった。第二次ネオジオン戦争のこと。何も変わらないかもしれない。でもたとえ一瞬の光でも。誰であろうと邪魔するならば排除させてもらおう。フロンダル大佐、どうしてあなたはそうなんです。人は分かり合わなければ。君は危険だ。ニュータイプのありようを無防備に示しすぎる。そんな力だ、資格もなく他人の心に押し入るのは。バナージ、その男に何を言っても無駄だ。そうやって他人を見下すことしかしない奴に世直しなんてできやしない。私個人の意思ではない、私は人の総意なのだ。それだってあなたの決めつけなんだ。くらえ。貴
貴様は自分というものも持たずに。しかし今の私は殻ではない。薄渡るこの体にシャアの呪詛を語らせる何かが宿っている。まだだ、まだ終わらんよ。逃がしはしない、フルフロンタル。バナージ君待って、知らずブレイクアウト。シャアに限りなく近く、何一つ似ていない男か。アムロさん、決着は俺がつけます。やらなきゃいけないんだ。ハイとバナージ君はブレイクアウトされない。サクラ、ここから脱出する方法は？ここにエネルギーを供給してるジェネレーターを破壊するのが早いね。数は3つだな。マーカーを出します。アムロ隊員、バナージ君、小隊長、行きましょう。しなければならないのか。よし、破壊成功。次行ってみよう。よし、このまま行けば。これはどうだ。落ちろ。そこ、そこ、そんな動きで。落とさせてもらう。歴史の果て、西暦の時代に掘り出された異物か。あれもガンダムだが、僕の未来もまた一つの可能性なんです。言ってしまったか。気持ちのいい少年だったな。戦いの歴史、その中にある可能性、すごくいいこと言ってましたね。いい未来にするためにも私たちは頑張らなきゃ。ああ、僕たちの戦いもやがて歴史の一部になる。どういう結末を迎えようとも。そこだ、そこ程度。ここで決める。これはどうだ。そこだ、そこ。動きだけでも止められれば。
はどうだ。当てる当てる。そこそこだ。当てる。そこガトリングで輸送します。これでそこくれ。迷いはしない。感じた時にやる。ザビームマグナムで終わらせる。どこに行く。そこだ。このこのジェネレーターも DG 細胞まみれね。エネルギーを吸い取ってるんだよ。剥ぎ取っちゃって。沈め。当てる。ビームマグナム。そこだ。ここで決める。当てる。まだなのか。まだか。これはどうだ。くらえ。ジェネレーターの破壊成功。最後のポイントへ向かってください。わかった。そこだ。じっとしていろ。肝心な時に俺はもう迷わない。迷いはしない。させるために。見たことないガンダム。それに誰。パイロット、お子様なの。ウッソ・エヴィン、ザンスカール帝国と戦うガンダム乗り13歳。13だって。ウッソと言ったな。どうしてそんな年で君はガンダムに。大丈夫です。倒すべき敵は分かっていますから。彼は軍事同盟ギガミリティア所属の立派な戦士なの。大人たちと戦って。だからアムロ隊員。分かってる。俺も15の時にガンダムに乗った。このシャクティにこれ以上辛い思いはさせない。 V2 アサルトバスターガンダムブレイクアウトを確認した。子供に戦争させるような時代はいつまで続くのだろうな。結構長く続いちゃうんだよね。ウッソ君、宇宙世紀 O153 の子だし。あの子一年生ぞ。ここが最後のジェネレーター。これさえ壊せば必ず帰る。何があっても君のところに。そんな動きで。そこだ。当てる。足止めに行く。そこ。このそこ。かわせるか。まだなのか。当てる。よし、今ので全部。さくら、これでデビルコロニーを止められるのよね。待って、新たなブレイク反応が出てきた。そんな、まだ敵がいる。場所はこの奥。かなり大きい反応だね。デビルガンダムに当たるものか。
それともデビルガンダムそのものか。悪魔の名を付けられたガンダム、いい気持ちはしないな。デビルガンダムじゃない。こいつはモビルアーマーか。無人機だが嫌な感じだ。なんだ、戦いを終わらせるためだ。気がない。プログラムなのか。お二人さん、その通りだよ。そのモビルアーマーは無人機。敵、いや人間を殺傷するためだけに作られた天使の名を冠する自立型の殺戮兵器。まさか天使アシュマンの悪魔デビルガンダムの代わり。もしそうならそれがブレイク現象だ。どうやら間違いなそうだね。邪気もなく機能とビームの効きが悪い。アイフィールド、いやビームコーティングだ。タイさん、あのモビルアーマーの装甲はナノラミネートアーマー。ビームを弾くんです。近接戦闘や実弾での攻撃を中心に装甲強度を弱めてください。了解です。待て、バナージ、モビルアーマーの動きが。なんだ、俺はユニコーンを狙ってる。バナージ君、どうかしたの？大丈夫です、これぐらいなら。ハシュマルがユニコーンガンダムを警戒しているように見えるが、戦闘中も何かを学習しているというのか。耐えろユニコーン。制御体に影響が出てるの？バナージ君。多分 NTD システムがバナージ君の感情に、怒りに反応してるんだ。人の思いを感じ取る兵器と一切の感情を排除した兵器の対決。感心してる場合じゃないでしょ。アムロ大佐、バナージ君がシステムからパイロットへの干渉。バナ…ダメだユニコーン、引っ張られるな。こらえろ。バナージ君、このモビルアーマー無人機の挙動とは思えない。明確な意図を持ったシステムです。人間を殺すためだけの。このモビルアーマーが作られた理由、彼らは感じ取っているんだ。なんだって。憎しみをシステム化したらもう歯止めが効かなくなるぞ。その通り、その結果がポストディザスターの歴史だ。それを他の歴史にばらまくわけには。ユニコーン、分かって。ロニさんの時とは違う。だから俺に力を貸してくれ。このガンダムユニコーンと言ったか。なんだ、直撃させる。モビルアーマーボロボロになってきた。もう少しだよ。ユニコーンガンダムは大丈夫なのか。バナージ、無理をするな。全力で行かせてもらう。お前は人の心、悲しさを感じる心を知る人間のために作られたんだ。だからこのマシンにはこいつにだけは負けちゃいけないんだ。これはサイコフレームが共鳴している。アムロ隊員、男と見込んだ。カバーをお願いします。分かった小隊長、メインは任せる。とどめを小隊長。人の心と心のない機械、強いのは人でなければならない。届いた、ハシマル撃破を確認。今だ、ブレイクアウト処理実行。俺は誰も殺したくない。誰にも殺させたくない。だからそのために戦う、このユニコーンで。それでいい、バナージ、俺たちのガンダムは人殺しの道具じゃない。アムロさん、フルフロンタルは俺が。だからあなたはユニコーンガンダムブレイクアウト。分かってるさ、バナージ、奴は俺が止める。アムロ隊も宇宙世紀に戻ったのね。それぞれのネオジオンと戦うために、サクラ、ブレイクアウトしましょう。私たちも私たちの戦いに臨むためにね。俺は負けねえ、ティファのためにもな。
この戦争を終わらせるために俺は。ここがメガラニカ。あ、ネオジオン軍。エピオンがお前を援護しろとそう言っている。このキュベレを舐めてもらっては困る。袖付き以前のネオジオンか。正面にブレイク反応。まずは行ってみよう。そこだ。ガーキだぞ。ジャコンは、オテラってやつはこの世界を何だと思っているんだ。カミーユ君、あの後大丈夫だったの？ああ、あなたですか。覚えてますよ。お久しぶりです。この戦いいつになったら終わるんでしょうね。カミーユ・ビラ、最も優れたニュータイプと言われた少年か。なんか感じが違う。ブレイク現象だから、あの時の彼かどうか。西暦2300年代からのブレイクインだよ。独立治安維持部隊アローズのモビルスーツアヘッドか。ラプラスの箱に呼び寄せられてるの。ラプラスの箱なんです。宇宙世紀の呪い、知る必要ないよカミーユ君。かわせるか。さらにブレイクイン。これは何格だっけ。ギゲルグ、第一次ネオジオン戦争期のゲルググ型だね。アマーンカーンの時代よね。ゲルググって息が長いのね。ゲルググの系譜は奥が深い。勉強しようとしたら一苦労だぜ。そこ、肝心な時に。おっと、じゃ面白くねえ。ガンダムが来いってんだよ。あ、ガンダムファイターの。じゃないよ、ヒロ姉さん。アリーアルサーシェス、アルケーガンダムの存在か。さあ、これ。目標を捉えた。ダブルオーライザー、戦闘を開始する。本物のソレスタルビーム。来た。あれはスーパーガンダム。あれは仮面型のガンダムか。これで終わりにしねえぞ、ソレスタルなんたら。貴様の歪み、俺が断ち切る。二人はどういう関係なの。刹那君は中東の紛争地帯クルジス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアルサーシェス。自分の手駒となるゲリラ兵を作ったのだ。あんた、ガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の試合がある。まだまだ戦い足りねえ。もっと俺を楽しませろや。遊ぶな。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。俺が俺じゃ。くそ、この俺が動けってんだよガンダム。アリアルサーシェス、テクラ君、決着は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して、あなたも必ず西暦の時代に送ります。了解、ロックオン。あとは頼んだ。見てろよクリス、俺だってやれるんだ。あれは
神指だ。カモンカーン。お前と私は互いに引き合うものがあるようだ。相手が誰だろうと、この役と動画に乗った俺なら。ギュレイガスジュン、ネオジオンの強化に間違いない。あれはガンダムだ。あれはやれや、大佐だろうが総帥だろうが。総帥ってシャア大佐。第1次第2次ネオジオン戦争が交錯してる。俺たちは歪みを正す、それだけだ。こいつ特別な力を感じる。だがニュータイプでも強化人間でもない。何者なんだ。俺たちはソレスタルビーム、戦争根絶を目指す。戦争の根絶ね。本気でできると思ってんのか。言われるまでもない。俺はニュータイプになって、いざという時に大佐を取る。クソ、こんなんじゃ俺はいつまで経っても大佐を超えられやしない。よし、愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。今や地球圏は我々ネオジオンのものだと。ハマンカーン、貴様は戦いの源を生むだけだ。子供のセリフは聞けないな。人の思いというものは来やすいぞ少年。私を迷わせようとする。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか。愚劣な。それは違うぞ。違う。こず、なんという馬だ。もし戦うのに理由がいるのなら、この怒りこそがそうなんだ。吐き出すものなどない。やった、キュベレイをハマー様をブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ神指だ。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちはブレイクアウトできたね。でも神指君はブレイクアウトしない。ま、今度はグリプスザクティターンズの登場ね。ザフトのモビルスーツみたいな言い方。地球連邦軍のハイザックにマラサイカ、ここで何を企んでいる。ティターンズのやり方は許しちゃいけないんです。神ユ君に紐づいてグリプス戦役からの干渉が強いのかも。かわせるか。君の手を困る。当てる。そこだ。落ちる。やるな。これでそこ。くそ。うわ、肝心な時に。雑魚は消えろ。やっテリア。ダースピードアップだな。落ちる。どうやら私がやるしかなさそうだ。ジオン、出るぞ。フロンタル大佐でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争の確かジオングパイロットは。ガンダムの新型、この機体がアムではないのか。ロトル隊員。いや違うな、シャアを名乗っている。あなたは僕の知っている大尉じゃない。何者なんですか。特別。私を誰だと思っているのだ。神ユ君、彼は4番目の勇敢だな。軍人ともゲリラとも思えん。あなたは何やってるんです、こんなところで。戦争とはこういうものだと理解している。戦士でここにいるはずなのは確か。そう、やはり未完成を期待か。皮肉なことにジオングの完成型は連邦が作り出すことになる。強化人間を使ってない。強化人間だって。ブラサネ研究所で開発されたサイコミュ搭載のモビルアーマー。まさかサイコガンダム。もう村雨さん、あの戦いがジオングから始まっていた。正確にはその前、
ニュータイプ専用モビルアーマーエルメスからだ。なら私はお前を守れなかった。これ認めたくないものだが、自分自身の若さゆえの過ちというもの。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャアーズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはり神指弾との紐づきが強い。シャア大佐が待ちのクワトロ隊員パワーンカーンとも。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわ神ユくん、これで。アーガマに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダムともにブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。なかなか頼りになるじゃないか。ここがソレスタルビーイング号。ガンダムマイスターの戦いを見届けよう。プルスエルブだ。背中は任せてくれていい。アスランゼロジャスティス出る。ギャラルホルンの真理はここだ。みんなバイルの元へ集え。マクギリス准将、ガンダムマイスターだったの？確実に違う。そしてガンダムバエルと共に敵前から退いた今、もう準将でもない。そうか、クーデターを起こした反逆者。小隊長さん、合流を急いで。あのガンダムフレーム、間違いないガンダムバエルだ。マクギリス元準将、こちらテック団です。アリアンロッド艦隊までの道中支援します。ここまでよく私についてきてくれた。栄誉栄達は思いのままだぞ。でもここにギャラルホルンはいないんです。まずは私たちの協力体制を。鉄火団がいるのであれば無様には戦えないが、アグニカ・カイエルの意志は常に我々と共にある。伝説のガンダムフレーム、ガンダムマイスターの戦い見届けます。だからマイスターじゃないって。だが特別なガンダムであることに間違いはない。おそらくブレイク現象の鍵も握っている。私のガラッツォでバラバラにしてあげる。イノベーター、ここで戦士の相手ということは、アレリアハプティズム、目標を迎撃する。全力で行かせてもらう。本当バカみたい。私たちにかなうはずないのに。私たちこそ人類を滑る超越者なんだから、あんたたちはおとなしく私たちの言うことを聞いていればいいのよ。一度手にした力は手放しがたいものなのさ、人類と。人間は私たちの思い通りに動いてればいいのよ。分かり合うためにはみんなが同じ高さにいなくちゃダメなんだ。それなのに、イノベーターと分かり合うなんて可能なの？心を通わせようとしたガンダムマイスターは
ってたよ。命がけの恋楽しんでたみたいじゃん。ソレスタルビーイングなんて消えちゃえばいいのさ。僕らは戦うことしかできない。でも平和のためにその力が使えるなら。敵の損傷率も高いよ。気持ちを強く持って。本物の強さだけが世の断りを正しい方向へと導く力を研ぎ澄ませ。見せつけてやろうぜ。本物のは将兵ってやつ。今度こそ決着をつける。僕たちの手で。やだ、助けてリボンズ。これで静止通りに撃破。アリオスガンダム、トレミーに帰還を。刹那 F 精鋭の剣は我々に任せてもらいたい。アリオス、祈祷します。最後もう一人。正面高台に敵の待ち伏せ。ジャンプ&ブーストで飛び移ろう。一度下に降りるのも手だが、どちらにせよ戦局の糧になってもらおう。了解です。って相手は見慣れたジオン軍。急に宇宙世紀のブレイク現象が割り込んできてる。近くに反応があるかも。ガンダムマイスターたちのこともあるのにまだ何か起こるっていうの。我々はもっと対局を見る必要がある。ガンダムフレームがいる時点でもういろいろと起こっているのだ。そこ、さすがだな。逃がった。この舞台を飾る花火、リボンズにも気に入ってもらえたかな。イノベーターのリバイブリバイバル。ということは、お前たちを放っておくわけねえだろ。光線型のケルディムガンダム、ガンダムマイスターロックオンストラトスか。でもこのタイミング、ケル、戦いを終わらせるためだ。もうすぐ世界が変わる。君たちもう十分に役目を果たしたんだ。貴様みたいな奴が。予想以上か。君たちにできて僕にできないものはないのさ。てめえが万能だとは思えないがな。まずいね、万能のままかも。さっきも言ったけどベーダーはまだ。ダブルオーライザーがこの歴史に存在していない今、イノベーターをベーダーから切り離せていない。刹那、あいつは無事なのか。彼は私たちが絶対に連れ戻します。頼んだぜ。意外とやるな。うわぁ、愚かだね。こんなところで焼き尽くしてやる。コクピット、ここどこだ。仕留めさせてもらいます。シールドビット、はいはい、おれ助かる。そう、そこ、くらえ。まったく、アニューはこんな男のどこを好いたんだ。女なんかに作るから。イノベイター、許してはおかねえ。俺はロックオンストラトスとしてこの世界と向き合う。たとえ世界から疎まれようと、その罰が下されるまで戦い続ける。自分の行為を悪と思うが、正す力であれば進み続けるがいい。ああ、そうやって兄さんも戦ってきたんだろうしな。中身、これがソレスタルビーイングだ。アニュー、ケルディムガンダム、一度トレミーに帰還を。よろしく頼むよ、可愛い戦友殿。了解です。あとはティエリア君とセツナ君ね。しかしやはりガンダムバエルはブレイクアウトされんか。バエルに関わるブレイク現象があるはず。マクギリスさん、引き続き同行を。ああ、そのつもりだ。そのための荒屋敷、そのためのバエルなのだから。EO がブレイクイン。あれ、逃がさないで、追いかけるの。追えばよかったと後悔するくらいなら。過去に何かあったのかね、レディーユノ。そこだ、くらえ。これはどうだ。アフリ
レイズに負けるわけにはいかんな。ここに来てポストディザスター時代のレベル数値。じゃあこの先にいるのは手に残りではかがせない。テリア天気に続くとの力排除する。これはさすがだな。ガエリオ・ボードウィンはここに宣言する。逆賊マクギリス・ファリドを撃つぞ。ほう、見ろ、お前が殺した、お前を殺した男だ。ハンダム・キマリス・ビラーデ、ガエリオ・ボードウィン、ギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。マクギリス、お前はギャラルホルンを陥れる手段として。わかるだろうガイリオ、この戦いはアインのためでもあり俺たちのためでもある。黙れマクギリスさん。このクーデターの先にあなたは何を見ている。マクギリスさん、本当に一人で敵の総司令官を。ギャラルホルンを追われた俺が一人で葬る、その行為が世界を変える。生まれや所属など関係なく己が力を研ぎ澄ますことでこの退屈な世界に嵐を起こすことができる。己が持つ牙の使い方を知らず、ただうずくまるだけの獣が一斉に野に放たれる。そうなれば俺の勝ちだ。邪魔だガエリオ。やはり俺を見、バイルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。はい、俺の全てを使ってマクギリスの全てを奪ってくれ。そうだガエリュ、もっとお前の力を見せろ。お前が力を見せることで俺の正しさはさらに証明される。これがお前の信じる力かマクギリス。こんなものが、あと少しで俺が目指した世界の扉がもうすぐ開かれるのだ。ガンダムフレーム、容器ともブレイクアウト。そして刹那君たちガンダムマイスターの決着はトゥルーミッションになりそうね。今回は結果的にホストディザスターの歴史修正の足がかりになった。鉄火弾の、そう、マクギリス・ファリド事件のね。アスランザラ帰還する。